今夜投票開始。ニーズガレージ21美少女 CG コンテスト最終エントリー10作品発表。エントリーナンバー1番ヘロコ。スポーツが大好きな17歳、自由気ままな性格のヘロコちゃんはなんとノーブラ主義者です。面白いリッチですね。コマ送りしてみたんだけどね、ギリギリで見えた。ギリギリで見えた、エントリーナンバー2番霧島さゆか。清楚な顔出し、ピンクの水着が似合うさゆかちゃんは乙女座の女子大生です。そんな感じ、身近な感じ、エントリーナンバー3番ナージー。メタリックなスーツの似合う彼女の趣味はダンス。エキゾチックな容姿が特徴的な20歳の女の子です。すごいな、鍛えてそうって、うん、あ、こういう方もあったんだ、なんか見えちゃった、エントリーナンバー4番レモンアイナ。横浜生まれの18歳で海が大好き。特技はスキューバダイビング。親友のマンタと一緒によく泳いでいます。エントリーナンバー5番パピタマリ。フランス生まれ日本育ちのマリちゃんの趣味はシュノーケリングと森林浴。現在モデルをしながら映画俳優を目指して修行中です。エントリーナンバー6番平崎春奈。チャームポイントは笑顔だという春奈ちゃんのライバルはなんと我らが川北桃子。春奈ちゃん曰く、彼女は天然の笑顔だけに全く手強いわ。今回もサビを使ってました、歌も。いいですね、こう盛り上がってる感じで。雪降ってますしね。いいですね。エントリーナンバー7番上条咲希。インターネット、旅行、読書と多趣味な咲ちゃんは好きな食べ物があんみつという20歳の女の子です。疲れた時に会いたい、ナンバーワン、ナンバーワンですね。見てるだけでジーンときますよね。小晴らしがよく似合うという。エントリーナンバー8番ミア。ポリゴン素体ゼロをベースに生まれたバーチャルキャラクター。生まれて間もない純真無垢な彼女の夢はアクションスターです。人間っぽいっていうのもいいんですけどね。エントリーナンバー9番結城里奈17歳。制服と毛糸の帽子がよく似合う里奈ちゃんは料理が特技だという家庭的な女の子です。毛糸の帽子がよく。エントリーナンバー10番ナノ。身長153センチ、目元がとっても印象的なナノちゃんは純粋な性格でいい子だともっぱら評判の16歳です。レコーディングかなんかやってるんですかね。あ、そんな感じですね。あ、本当だ。さあ、あなたならどの美少女を選ぶ。ただいまより投票スタート。いや、始まりましたね。いいですよね、こう番組がスタートするとともに何か始まるっていう感じで、投票が、ね、さっきの頭から始まったわけですね。ね、スタート、みんなわーっとアクセスしてると思うんですけどね、でもテレビもこのままにですよね。パソコン使ってもテレビも見ながらやってます。そうしないとね、みんなアクセスばっかりしたらテレビの視聴率ガタ落ちですから ね、ちゃんと見てくださいね。私映ってますから、ぜひ見てください。じゃあもう一度この投票要項をおさらいしておきましょう。イエスのホームページ上でただいま開始しました人気投票なんですが、1月の10日の24時まで受け付けております。見事グランプリに輝きますと、なんと東京メタリック通信の CM キャラとしてデビューできるんですね。そしてなんと賞金300万円。300万ですよ、はい、ですから皆さんもね、ちゃんと考えて気に入ったキャラに投票していただければなと思います、うん、はい、これ私たちも投票していいんですか。あ、しますよ。そうしましょう。そこからします。あ、そこからしましょう。そこからしましょう。キー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 モデルで、これって一人1票じゃないといけないんですかね。やっぱり20、30続けて投票するような人はシャットアウトするようにしておきます。なのに5票入れようと思います。私はダメですね。それはダメです。知識票、皆さんの清き1票よろしくお願いいたします。わかりました。皆さん、アクセスしてください。はい。はい。
ということで今夜のディーズガレージ21まだまだ眠らせません。さあ今日のディーズガレージはますます会長伊藤優子の CG 日記、そして S ゲームタイトル CG グランプリ発表、100万円の行方は18時間45分後に迫ったディーズシアター in 東京ドーム完全予告。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。21世紀型クリエイターを探せ、ドリームキャラクター大募集。アスキーと 640K ISDN の10倍速い DSL のメタリックが共に送り出す新世紀プロジェクト。既成の概念にとらわれない新たなキャラクターを大募集。賞金総額はなんと 640K、 元に640万円。しかも受賞者の作品はメタリックのマスコットに起用される。君のセンスで21世紀を突き抜けろ。詳しくはこちらメタリック COJP。伊藤優子の CG 日記。待ちに待った CG の日、出された宿題は完璧だし先生に見せるのが楽しみだ。よろしくお願いします。もうどうぞどうぞ、はい、宿題はどうでしたでしょうか。やばいよ、やばい、もうね1時間かかんなかったよもうね才能って怖いよねすごいじゃない、すごいよ先生見てください、じゃあそれを、うん、でもね、質問事項がいっぱいあります。それはいいことですね。はい、見てください。はい、あ、そうですね。どうですか、これ。ちゃんとできて、とりあえずできてますね。はい、はい、これは完璧です。ああ、そうですね、ちゃんと演習ですね。これは完璧です。はい、星。星大変じゃなかったですか、うん、あのね、私この中で星が一番できるかなと思ったんですよ。偶然っていうのはちょっと。これ、どうですか、円錐を作ってる間にできた技なんですけど、二度とできなかったです、形があ、すごいですね。これは多分、円錐を作った間にこれになっちゃったんですけど、はいはい、なんかそう、そのこの形がすごいとかいうよりも、はい、あの全然あの教えてないことをこう率先してなんかやってるっていう姿勢が見えるでしょ、すごい優秀な、でも二度とできません、ね、この宿題でいくつか気がついたこと、まず最初に、はいはい、あのオブジェクトなるべく中心に作った方がいいですね。はい、ダメでした。どうやって真ん中に作っていけばいいのか、はいはい、頭で分かってるつもりだったんですけど、全然真ん中にできなくて、はい、真ん中にできないとどうなるか。初心者だと作っているうちにオブジェクトが画面から消えていき、見つけ出すことができなくなってしまうことがある。オブジェクトを真ん中に移動させることでその後の作業を合理的に進められるのだ。今回の授業で優子は真ん中移動のテクニックと拡大、縮小、さらに色付けのテクニックをマスター。宿題で作った3つのオブジェクトを組み合わせて見事クリスマスツリーを完成させた。できました。やっぱ読み通りクリスマスだけにクリスマスツリーですね。もう何でも来いっていう、あ、まあ、もちろんですよ、まあ、そういう感じだと思うんで、はい、もうさらに宿題と言いましょうか。今日もですか雪だるまと、イメージイメージ、はい、雪だるまと家を作ってもらってですね、雪だるまだけにしませんか本当にお家も、お家もですね、はい、作って、まあ、あ、クリスマスっていうのを、何ですかそれは、はい、クリスマスっていうのをちょっと、わかりました、ここの空間に再現してみてください。はい、とりあえず雪だるま、よし、これだ、よし、おお、いいんじゃないの。うんと、これを、大切なことは中心に、あ、違う、もうダメだ、これで移動で、ここに移動しておくと、いいんじゃない、よし、これでいいの、でさ、よし、もう一回均等、これだ、均等縮小、これだ、でこいつちょっと上に、よし、うわ、できた、いいんじゃないの、ね、これんで、ちょっとちっちゃくで、これくらい、どうでしょう、これ完璧、すごいうまいかもしれない、
それは褒められるな。いっぺんに覚えるのは大変だけど、先生の褒め殺し作戦によってやる気は日々増していくようだ。今日の宿題に雪だるま、家もなんとか完成し、今日は充実した CG 作りの一日だった。終わり。今回はの縮小とかも習っての色付けもなんですけど、一個ね、新しいことを覚えて一個忘れちゃうんですよね。年ですか。違う。それはね、でもちゃんとできてたじゃない。すごいじゃん。最後は完璧なんですよね。あ、完璧ですか。癖、完璧ってすぐ言う。悪戦苦闘しても最後にはできるようになってるんだよね。金田さんが本当に優しく教えてくれますね。すごいね、教え上手っていうんですか。もう家庭教師ですね、あれは。絶対褒めるね。褒め上手、あの小出監督みたいな。人間を大きくする。そうそう、自信をつけさせる。こんなものができたんですね。適当にやっただけのを見てよくあんな褒めるなと思いますけど。とりあえず間違ってるとこあってもいいとこから言って最後にでもね。色もつけれるようになってくるとちょっと面白くなりますね。らしくなってきたら、なんか簡単な形組み合わせて色塗ったらクリスマスツリーできちゃいましたもんね。そうなんですよね。あれ演出に行ったあれで星をつけただけでしょ。ちょっと来週楽しみですね。はい、あれが見られるんですよね、できたのが。はい、楽しみです。先生とももう2回目にして仲良しですからね。バイオディーズガレージ21モデル第2弾絶賛発売中。まずはプロフェッショナルモデル、そしてイラストレーターモデル、こちらは初心者向きエントリーモデル。さあ、テレビの前のあなたも今すぐこちらのアドレスにアクセスしてみよう。さあ、続きましてはシナリオンなんですけれども、はい、今週はですね、はい、先週に引き続きシナリオン入りしたもう一作品を紹介します。ドーン。河合慎也飯田丈司プロジェクトザ・シナリオン第1回殿堂入りの2作品目ご紹介。埼玉県伊藤潤さん26歳、思い出屋。主人公の少年たかしは意識不明の姉ゆかりのために思い出が変えるという思い出屋へ。そこには額を合わせると相手に希望通りの思い出を送れるという不思議な少女さなぎが。果たしてゆかりの思い出はどうなるのか。完成としては高いなというふうに思います。だから割と実践的なことを考えて、思い出屋っていうのを選びました。僕はすごく綺麗な話だったのと、女性でねこういう話を書ける人っていうのはそんなに全体から見ると多くないっていうのもあるし、だからそういう意味ではなんかちょっとこう叩いてみたい感じの、やっぱりその子の特殊な能力を持った女の子の視点っていうのもちゃんとこう主人公の男の子と同様にやっぱり描いてるっていうところが、僕は好きだったですね。コングラチュレーション、思い出屋。今回シナリオンしたあの2人はこの後どうなるんでしょうか。正式にシナリオン門下生となりましてですね、でこの2人の才能をどう伸ばしてどう生かしていくかっていうのを、ね、河合さんと飯田さんが今真剣に考えてくださっているところなので、次の段階の動きがあり次第ですね、また報告したいと思います。はい、これ2回目とかもあるんですか。もちろんね、今ちょっと大きな仕掛けを次に考えてますね。伊田さんと河合さんを絡めてこれで終わりってことはまずないでしょう。続くでしょうね、これね。楽しみですね。楽しみですね。はい、シナリオンパート2、どんな展開になるか楽しみです。はい、さあ続きましてはですね、12月31日カウントダウンイベントのお知らせです。VJ DJ 夢の共演、12月31日カウントダウンイベントで有明が熱く燃える。石野卓球 VS グッディ、エリック・レイ VS グラムー、 DJ ロック VS レノボルト、ヘイコラオ VS ラブシード、 DJ ローランド VS トモグラファー、田中文也 VS ウヌ。20世紀から21世紀への年またぎ、君も歴史の目撃者になってみないか。ビッグサイトテクノゾーンへ急げ。これ楽しみですね。盛り上がりますよ、これは。もう祭りごと大好きだからね、あなたね。なんでそっち全部私に来るの。楽しそうですね。大好きでも楽しいよ、これは。行きましょう、ね、みんな行きましょう。はい、ビーズ&グッディ共同プレゼンツ VJ ソフトサブリミティ
今まではホームページのみの発売だったが、全国のパソコンショップでもただいま絶賛発売中。君もパソコンショップへ走れ。さあ続きましては S のイメージ CG です。はい、今夜はなんとグランプリを発表します。はい、ねえ、いよいよね、賞金も100万円だし、大々的にいろんなところで使われるんですよね。はい、すごい、なんだろう、楽しみですね。はい、じゃあ早速見てみましょう。100万円は誰の手に、はい、21世紀の春、ゲーム界の話題を独占しそうな S。 そのゲームタイトルロゴ入り CG 大募集の結果、88作品が集まった。そして今夜ついにグランプリが決定。グランプリは神奈川県の中野和夫さんの作品だ。こちらが完成したゲームタイトル。選ばれた理由やいかに。一番はその中野さんロゴ、その S というロゴが、まあ、その当然 CG の部分も優れてるんですけど、ロゴがね、図抜けてスタイリッシュでよかったんですね。あ、完全な S という世界観をすごい把握してくれてて、なおかつ、そのこれから今現時点でやってることすらも加味して作られてたんで、ちょっとびっくりしました。 CG の部分とロゴはやっぱり図抜けてたんで、あの合わせ技一本みたいな感じだったんですね。コングラチュレーション、カツオ中野100万円ゲット、おめでとうございます。あのゲームの方はね、今高島さんが本当に仕上げてかかってまして、1月末に正式発表されますので、ね、でさらにこの S については、あのゲームから広がった他のメディアへの展開なんかもあるらしいので期待してくださいと思います。その時のロゴが使われるわけですね。全部アナログです。これもこのままじゃ終わらないでしょうね。顔ですからね、すごい実績になりますよね。さあそしてもう一つですね、はい、こちらはいよいよ12月21日に発売です。アナザヘブン、ゲームライター募集コンテストになんと161作品もの応募が集まった。そしてついにゲームが完成。その中身をお見せしよう。プレイヤーは刑事長谷川光一郎の視点で物語を進めていく。途中に現れる選択肢のどれを選ぶかでストーリーが全く変わっていく、マルチエンディング形式。さらにドラマや映画に登場したおなじみのキャラクターが事件の解決を手伝ってくれることも。まず僕 の、 その応募したやつがあって、それをその土台に、飯田さんの方に持っていって、あなたヘブンの中で大事にしたいことっていうのをどれだけ組み込んでいきながら、ある種まだゲームとしてのオリジナルの世界を、出そうっていうところでそのコラボレーションをしていったっていう。ゲームの方もやっぱりその文章以外、テキスト以外でもたくさんの人がいて、その人たちともやっぱりアナザーヘブンっていう作品をやるときにこういう風なのをやってみたいとか、こういう風なものを見せてたらどうかっていういっぱいあのアイデアがあって、で僕もやりたいことがたくさんあって、それをそのぶつけ合いながら一つのものを作っていくっていう作業が、あ、すごく刺激的でしたね。アナザーヘブン、メモリーオブゾーズデイ、いよいよ12月21日発売。君も長谷川光一郎になって事件を解決してみないか。ご覧いただいたようにですね、基本的には画面で文章を読んでいくスタイルのゲームなんですけどね、あの映画版のアナザーヘブンの主人公とか、あとドラマ版のアナザーヘブンの主人公とかね、あともちろんゲーム版の主人公なんかも全部こう絡むシーンもあってですね、つまり3つのストーリーがリンクする面白さもあるということなんで、あのドラマとか映画にハマった人もですね、すごく楽しめるんじゃないかということですね。2倍美味しいですよ、なんか。そうですね、うん、カラーになってましたもんね。うん、本田さんカラー出ましたね。ぜひやってみてください。はい、はい、続きましてはこちらのコーナーです。さあ続きましてはシンプル1500です。はい、イエスガレージ21の応募企画であるザ・ヘリコプターがいよいよ発売ですよね。はい、時間になってきましたけれども、はい、ということですね。はい、そこでまた今夜はこの方に挑戦してもらいました。どうぞ。こんばんは、タイガーマスクです。なぜかまた来ました。もうそろそろ10年になるということで、ね、よろしくお願いします。今回ラジコンのヘリコプター空中音ということで、空中殺法を任せてください。まあ、本当は僕よりもすごい人いるんですけど、ちょっと強引でもいいや。タイガーマスクザ・ヘリコプターに挑戦。3、2、1スタート。
お、うまいうまい。クリアしましたね。とても初めてとは思えませんね。思わず顔もほころびます。以上クリアです。続いてプールステージに挑戦。おっとかなり慣れてきたようだ。どっちもですよ。またプールの格好じゃないですか。クリアです。どうですか。難なくプールステージをクリアして、さらにいいですね。自分で言いますけど。クリアしましたよ。駅。おいおい、どこまでクリアしちゃうの。これ一番簡単ですね。これもうタイガーを止めるものは何もないのか。やった、墜落しながらクリアです。もしかしてあんた天才。難しいというふうに聞いてたんですけども、なんかやったところは全部クリアできました。できちゃいました。まあ、でも一応全部クリアできちゃったんで、やるときはまた勝手に来ちゃいますんで、よろしくお願いします。皆さん楽しんでください。これはでも面白いです。タイガーでもできるザ・ヘリコプター、いよいよ今日12月14日発売。さあ、そしてこちらの方も12月の14日発売です。同じく今日12月14日発売、ネオアトラス3。時は15世紀大航海時代。あなたの手で世界地図を作ってくれ。しかも行く先々に番組で募集した発見物キャラも隠されている。あなたは幻のキャラクターを発見できるか。いよいよ今日発売。信じたい、仲間を信じたい、自分を信じたい。銃と剣で戦うアクションシューティング、任天堂64、罪と罰、星の継承者。年に一度のビッグプロジェクト、ディーズシアター。第2弾の今年はさらにスケールアップ。ディーズシアター2000 in 東京ドーム、まさに夢のイベントだ。12月14日午後8時、赤穂浪士の討ち入りに沸いた夜から298年、今度はドームがディーズシアターに沸くぞ。さあ、そして番組ではあなたの才能を大募集しています。ディーズガレージ21、番組では常にノンジャンルのオリジナル CG、 ゲーム、漫画作品も大募集。応募要項はこちら、作品に添えてこれらの項目を必ず明記してくれ。オリジナルのものならいずれもノンジャンルだ。目指せメジャーデビュー。もちろん番組で紹介した作品の作者の方々に提携の CD ストア、コンビニ、ドラッグストアなどご利用できる便利なクオカードを毎週プレゼントしています。どしどしご応募ください。お待ちしております。はい、ということで、はい、どうしましょう。ディーズシアター in 東京ドーム、いよいよ、もうすぐですよ。すごいですね。あと何時間後だ。18時間後。東京ドーム用のメイクしてもらいたいけど。そうですね。忙しい。ハルコちゃんもエステとか行った方がいいよ。そうですね。そう、私も予約してあるよ。本当ですか。本当ですか。すごい。完璧で行きました。私もじゃあ滝で身を清めて行きましょう。神田さん大丈夫？18時間ですか。これないよ。大変だ。それまでする必要はない。行っちゃいました。はい、それではこの後東京ドームでお会いしましょう。はい、それでは深夜の才能発掘支援番組ディーズガール21、また来週、もしくはまた後で。また後で。バイバイ。半導体儲けたい、笑いたい、なんだっていいじゃん。お揃いでイケメンにパートメン、やる気に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。